というわけです。ヘリケンクマですということで、はい、今日お二人とも休みでしたね。俺なんか昨日超過酷な撮影してさ、さっき終わって帰ってきて急に休みのはずだったから、うん、もうみんなさ遊びに行ってるわけ。ジュンジュンとかさ、もうクマとかみんなライブとか遊びに行ってるわけ。みんな休みになるの。あれ、それ遊園地行こうと思ったんですよ。なんで俺遊園地行くんだよ。誰と行くんだよ。そもそも、いや一人で一緒に行ってくれよ。じゃあエンディ君も、あの、自分の方の仕事も YouTube の方の仕事も今日はオフだったんですよ。なのに、あの、急遽やるってことになりました。お二人にはその休みの中、こちらの激レアなアイテムを使って一日過ごしていただきたいなと。そいつは激アツだからさ、話乗ったけど、はい、ドン、マジヤバいよ。はい、ワンピースカードの新時代の主役と今マジで手に入らないドラゴンボールの新しいトレーニングカードの覚醒の鼓動、その名前を聞いたらもうやってもいいかなと思った。こっちなんか最近出たやつでしょ。つい最近、本当に最近です。いつだっけ、めっちゃ手に入るやつ。ドラゴンボールスーパーだよね。ジレンとか出てくるやつ。あ、そっちなんだ。そうそう、ダイナ宇宙とかで、あの、サイヤ人とか、こうなんてパラレルワールドじゃないけどさ、マルチバースみたいな感じだね。で、まあそちらから出たカードの販売価格で一泊過ごしてくる。おー、それはでかい。一泊は当たれたんじゃなく、あ、できなかったらもうどさるです。カード募集、はい、買い物するなりっていう部分はお二人の補充になりますので。なるほど。ちょっと待って、この2つさ、こいつマジ超手に入んないしさ、こいつもさ今もう手に入んないじゃん。ワンピースカードで一番手に入るの多分これだよね。ちなみになんですけども、うん、モンキー D ルフィのインパラですね。39万。やっば。え、ルフィが、ルフィです。こっから出てくるカードに39番のやつ入ってる。え、もしそれ当てたらバイク買っていいの？おーい、買いそうだな、マジで。あ、もう、それはご自由にお使いください。ちなみに、ドラゴンボール、三国パラレル、19万8000円です。いい戦いしてんな。中古車買える。車欲しすぎる。最近バイク買ったでしょ。何個バイクとさ、自転車とさ、よくわかんない時計買うの。あ、時計は、めっちゃお金使うんですよ、この人。持ってるもん全部使っちゃうお金。違う、あの、時計は1万いってない、5000円で。そういうのいっぱい返せないから。ああ、そう、食べたりとかできてないでしょ。え、でも割引聞いたの、あれで。じゃあしょうがねえ。割引聞いたの、じゃあしょうがねえ。割引聞いたの、割引聞いたの、買うの。持ってる一番心の問題ですよ。どっちのパックでこの一泊を過ごすのかという。これだってさ、ワンピースも読んでる、ドラゴンボールも読んでるでしょ。どっちも大好きでしょ。そうだね。俺もさ、どっちも見てる。今回どっちがどっちの読んでる。どっちがいい。もう俺はぶっちゃけワンピースの方がいいよ。でもヘンリー、初めましてのカード紹介しながら動画撮れるし。視聴者たちも不安ですよね。イエス、不安です。できません。どうで、渡されるのこれ。そういや、でもドラゴンボールは全部見てるから。そうだね、ヘンリー、ドラゴンボール結構見てるもん、ね、キャラクターわかりますね、ちゃんと。もう全部わかる。じゃあカードの価値みたいなものはゲームマスターに送っていくら調べてもらってもらう感じになります。どっちも24パック入ってます。はい、半分この場で開封をしてください。このパックをボックスで開封するの初めてだ。おお、そうなの。俺世界一周行ってたから、このボックスって。確かに、このボックスが俺一番欲しかったの、ワンピース界で。どちらも24パックなので12パックですね、はい、12パックも。はい、12よね。12。あー、こんな価値のあるカード。まず1袋目、レアカードのみですよね。そうです。まず1枚目、2枚目、3枚目、次、はい、はい、なんだこれ。おー、懐かしい。バスティーユか。じゃあ次行きましょう。ほい、ケールの次がこの人です。じゃあ何でしょう。僕もじゃあ次、はい、ねー、ねー、モーリーいらない、はい、確か第6か第8宇宙の、ね、選んだボタンも。そう、ミラホークみたいなね。この人ね、あの、打撃がね一切通用しないっていうのでそうなんだ、よく知ってるね。ちゃんとドラゴンボールスーパーな、ちゃんと見たんだけど覚えてないんだよな、最近のことなの。じゃあ行きましょう。わあ、未来のちょっと廃墟なりがちの町にいた子供たちなんですよ、この人たち。パルノワキ、はあ、はあ、ドンキホーテの子供時代ね。うわ、懐かしい。はい、はい、これはね、あのトト出た、トト。え、もうレアカード。これ次レアカードだよ。いっちゃいます。ポッ。あー、レベッカさん。あ、かわいい、このレベッカさん。スーパーサイヤ人、超人気じゃん。うん、かっこいい。え、てかさ、あ、しょ、これってさ、多分身勝手の極意があるんだよね。あ、そう、身勝手の極意のなんか一番トップレアなんじゃない。ドラゴンボール史上さ、一番興奮したのはやっぱさ、うん、一番最初にサイヤ人になる時じゃん。その次が同じぐらいに並ぶぐらい身勝手の極意がさ、興奮しない。じゃあ俺レアいきますよ。はい、お願いします。おお、ムキムキフリーザー。第一か第二形態の時だこれ。第一か第二形態の時だこれ。ドラゴンボール Z をやっぱちなんでるね。じゃあ3袋目ですね。てかさ、こう何が激アツってさ、ワンピースウィジスドラゴンボールってとこだよね。あ、出た。もう、あ、ベポのレアか。これあれなんですよ、このカード、あの、初めてベジータがスーパーサイヤ人になった時に倒す敵なんですよ、この人。はぁ、二大変なの。ヘンリーちゃんと喋るね。いいですね。はい、で、レアカードがセル。
テル最後の最後に、あの自分の身を爆発するやつね。そう、はい、せーの、いきますよ。せーの、はい、あら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 、次はベジータさん。アッパーヤード懐かしい。やっぱ空島編が一番好きなんだよね。いや一番じゃない、間違えた、4番目ぐらい。え、でも世間的になんかつまんない回って言われてるの不思議だよね。多分だけど、うん、本当にわからない世界に飛ばされた初めてなの。全く知らない人たち、全く知らない人にどうでも関係ないみたいなのが始まっちゃって、ジャンプだと長かったからジャンプで読んでる人たちが長いかも微妙かもって言ってる人が多かった。でも蓋開けてみたらストーリーは最高なわけ。ではいきますよ。はい、ベルゴギニュー。え、なんかいい、新鮮だな、ドラゴンボールカード。じゃあ行きましょう。いやー、せーの、はい、あ、ジンビー、ベリーバイブね。ジンビーじゃん、矢城べ超懐かしい。ジンビーはやべえだろ、困っちゃう。うん、あ、ごめん、まだまだいた。うー、待って待って、なんか出てきたぞ、すごいの。待って待って、レア出ちゃったよ。さてはレア出ちゃったでしょ。このボックスの中の一番上位ってこと？多分このボックスではもう1枚だけレアカード確定されてるんだけど、そのレアカードなんじゃない、これ。やっぱさすがトランクスの妻になる女性ですからね。さすがってどういうこと？はい、行きます。せーの、ほい、マンシェリーさん。まだ俺の方レア出てこないよ。おいしって、命がもったいない。いや、こっちもほら来たよ、第7宇宙集結してんの。おー、すげえ、第7宇宙だ。フリーザーここ仲間に入ってるの激アツだね。17号とフリーザーと悟空が、正直知らないでしょ。知らないね。最後17号とフリーザーと悟空が共闘するって、一緒にもっと強いやつと戦う。ジレンっていう、3対1でジレンってやつが一人で、うん、そいつがめっちゃ強いんだけど、そいつ一人を3人が協力して戦う。で、なんかフリーザーが自分を犠牲にしながら勝ったりするわけ、うん、うわ、やだ。嫌なんだ。え、よかったよね。いやあれはやばかった。え、マジ激アツ。もうさ、あのね、ごめん、最終話だけ見て。はい、おー、はい、はい、おー、いい、こいつは、はい、シュラもいい。おー、かっこいい。マイの旦那さん、パンだよ。あ、ドンキホーテロシなんてね。レアカードいきますよ。はい、未来のトランクスさん、ステンレスいいよ、もう次行きましょう。はい、せーの、ほい。あの、これはラディッツさんを、あの元気、あのお父さんからもらった元気玉で倒そうとしているシーン。ヒナさんか、結構いい。待って待って、結構いいの出たぞ、それトランクスでしょ。トランクス、え、待って、そいつ絶対激アツだって。待って、そのトランクス絶対激アツ。これすごい、やばそう。お父さんもっていう風に言って返せーってやつでしょ。そうそうそう、ちげえだろ絶対。多分適当なセリフにそうそうと言わないですよ。じゃあラスト全部いきましょう。どんどんいっちゃうんすよ、僕は。あー、トラブルがある。今出た僕のカード、今出た僕のカード、こんな感じですね。あの神、ビルス様。え、待って待って、ドラゴンボールの SR だけなんかかっこいいね。キャベの次が何ですか。あー、っていう感じで開封しました。金額の方をまとめて発表してもらって、それでまずやっていきたいと思います。エンディから合計いきます。合計5780円。いや、でかっ。あのね、マイさん2480円しました。待って、俺絶対やばいよ、俺マジでやばい。ヨンちゃん、はい、2040円でございます。あー、不安だばさ。ヘンリーの方はね、結構単価が高いですね。500円が結構多いです。いや、もうこれでね、とりあえずクレープ食おうかな。いいなー、クレープ。はい、という感じで今秋葉原に来ております。5780円使えるんですけれども、早速ですね、あのクレープ屋さんに行きたいと思います。アレリアさんのこのオリパやります。電光石火ウルトラホールオリパ、精度もがいっぱいあるね。電光石火オリパ気になるの。引きます。さあ、何が出るのか気になるところですか。クレープ買ってきました。おー、寒。今ね、このクレープが570円でしたんで、あと5210円使います。いただきます。うまっ。やっぱクレープ、クレープマジでうまい。いっぱい入ってるな。え、結構いいぞ。いかんの、今のファージョン EX じゃん、使ってるよ俺。できるアプリリマックス、ゴルバットのモンスターボールだね。ミラー、ほいほい。え、せーの、デカルジャン EX。 なるほど、結構良かったじゃないこれ。クレープ食べたんですけど、いつもね、食べてばっかりなんで、ゲーセンで堪能していこうと思います。やっぱりハレリアさんのオリバ結構良かったんだけど、1000円であの引きあんまできないよ。オリバってもっとやばいんですよ、本当に。でもすごい良かった。500円ぐらいなんか買う、何もできなくなっちゃいそうだけどな俺。とりあえず今日はね、2000円分ちょっと UFO キャッチャーとかやっていきたいと思います。これちょっと取っていきたいと思います。300円ですね。
え、これどう重ねるの？やべえ、もうこれしかない。いや無理かな。よっしゃよっしゃありがとうございます。やっとゲットしました。次はこれを挑戦していきます。これ多分むずいな。16歳未満または少ないですけど、または小中学生の人は、やっぱりね、1000円2000円じゃないできることない。なんか買おうかと思ったけど、500円で買えそうな意味のあるものとか欲しいの。いい年こいてないでしょ。まあいい年こいてポケ買いいっぱいで買いまくっててもおかしいけど、おガチャポン気になる。ガチャポン気になる。ガチャアニメキャラばっかりで無理だ。もうちょっとね、ヘンリー君と一回合流しなきゃいけないんで、そっち行くまでに欲しいものがあったら買うで、なかったら買わないかな。もう1000円使ったし、結構いいカード引いたしね。とりあえずね、2000円使ってこの子手に入れたぐらいでちょっと終わっちゃったんですけど、トータル今ね2600円ぐらい。これがね3210円かな。他どうするかちょっと考えます。ガチャ宇宙飛行士。あ、アニメが多いな。ガチャポンってたまにさやりたくなるじゃん。でもさ、自分のお金回してやるってさ、企画とかでガチャ引けたら嬉しいよね。なあ、ヘンリー今頃いっぱいガチャ使いまくってんだろうな。はあ、かわいい。お腹減った。という感じで一旦車に戻ってきました。何した、ヘンリー。これ取ってきた。え、よく取れたね。これね、いくらで取ったの。これ300円のやつね、5、6回やって。すごいじゃん、うまいね。で、隣にいたお客さんにもね、うん、なんかすごいブラボーって言われた。すげえ、そんなこと言われたら冷たい手でピッ。あー、痛い。痛くはねえだから。ああ、痛くゲットした。めっちゃ充実してるじゃん。俺1000円ガチャでポケモンカードやった。使い道わかんない。第2回目の開封行ってきます。大丈夫だ。あの、痛くない。キラーだ、キラー。キラーさん入りました。お、キラーさん、はい、農家で働く悟空さん。無職の悟空でしょ。そう、はい。おなみいいな、おなみ。おなみかっこいい。ファイナルフラッシュ。ファイナルフラッシュ。レア。じゃあ、続いていきます。犬神グレー。ゴクブラックじゃん。ブラックなの。はい。私、どんどんいっちゃいますよ。どんどんいっちゃう。はい。エンポリオンヤンコ。ああ。はい。レアカード来た。ジョージューロー。いや、ちょっと渋いなぁ。俺、2回目のレアはベジータさん。気候法のね、そう、ベジータさんです。もう僕、次終わっちゃいますよ。あ、出た。ユジがもったいない。懐かしい、ギニューが悟空に入った時の。お、メロベティ、リーダーカード。そして、最後のレアが、白星さんね。来ました。SR の18号と17号の兄弟アタック。やば、見せて。え、絶対やばいじゃん、これ。なんか SR、SR はね、結構出るとは思うんだけど、活かしてる SR が多いよね。ざますね。クーラ、瞬間移動カメハメハ、ゴアース、フリーザ、あー、さっき出た後半2回目、パン5個で買う、勝者だけが正義だ。あー、自分はレアの20号次ちょっとね、SR っぽいよ。ドンと、キットの SR。 2個目のレア、これ少年の悟空ですね。この後ろの2、怪しいカード発見しました。いきますよ、ほい。ユースタスキット、SR 星ついてるね。これは結構いいやつだ、これ。え、すごくない？めっちゃ輝いてる。で、残りがベロベティ。いや、今のが当たり枠か。ルビー出ないか。ルビーしかそもそも当たりないんだもんね。はい、じゃあラスト回復になります。はい、ちょっと僕は怪しいのがなかったな。じゃあ、いきますね。はい、はい、チッチ。懐かしいってだけ。ドンカード。え、自分のドン。嬉しいドンカード。ドン、なにそれ。え、おお、2億ボルトアマルだ、かっこいい。いやー、もうさっき紹介した、もう出ちゃうよ、僕出ちゃうよ。これもラストだ、俺。せーの、ほい。おお、サボの SR。 ベジータのレアです、はい、僕の儚い新時代の主役は終了です。ちょっと待って、じゃあ俺もご飯のレアです。ご飯のレア見せて、かっこいいね。いやー、さあ最後何が出るのか。ラスト、イケてる見た目のカードがオンリー、はい、微妙なの来たな、ま、うわー、リキュームか。まだ微妙なの来たな。金額アップ。まず、ヘンちゃんが3760円でございます。6970円で、結構だね。で、5000円でなんか泊まれれればワンチャン。5000円で泊まれるとこ今あるかな。私率は今日の金額3900円でございます。おお、すごいじゃん。いや、すごくないでしょ。あれ、使い切っちゃったんだっけ。いや、1000円残ってる。1000円残ってる。4900円だから、はい、2人とも5000円近くはあるものの、これで泊まれる場所ってあるかな。また満喫ってなっちゃう、俺。ちょっと2人で
調べて探します。はい。ああ命がもったいない。え、誰？コビーだよ。ああ、ちょっとね、二人でホテル調べたんですけど、いやね、今日ね、ちょっとね、いや、休日でね、あの全部待ってたよね。うん、待ってた。だからね、四五千で泊まるともうなくはないんですよ、都内で。うん、でも調べると、マジで全部埋まってて、もう、いや、もうね、ダメだったんで、仲良く二人で満喫に泊まります。はい。部屋は別だよ。ああ、よかったよかった。一緒がいい？別に俺じゃないよ。いや、やだ、なんかあの嫌だって言ったの、今ちっちゃい声でちっちゃい声で嫌だって言ったね。いや、なんかくすぐりの系とかなんかあったら怖いと思う。くすぐりの系、あーごー。なんか、なんだろう、ごめん、嫌だ。あー、もしかじゃあ、ヘビー君、今日はここに来たら泊まりましょう。泊まりましょう。いや、じゃあ、行ってきます。はい、これで一泊をして、今日寝たいと思います。すっごい眠いので、もうこの後はね、おとなしく寝たいと思います。おやすみなさい。